皆さんこんにちは。理科を楽しんでいますか？クワコケンです。今日はジュール熱についてのシミュレーション教材を作ったので紹介します。中学や高校の電磁気学の分野で、活用することができます。ここでスイッチのオンオフができるんですが、スイッチをオンにするとこのように自由電子がある一定の方向に動き始めます。そして自由電子がこのような陽イオンにぶつかると陽イオンが振動していきます。ぶつかった回数でこの振動が少しずつ大きくなるように作っていました。そして振動がある程度の大きさになるとこのように陽イオンの色が赤に近づいていきます。これがジュール熱を表しています。ジュール熱はこのように電子の衝突によってエネルギーを得ることによって発生するというようなことが分かるようなシミュレーション教材です。少しずつ電子がこのように流れにくくなってきますよね。振動が激しくなるので、その辺もよく分かりますので、もしよかったら試してみてください。以上です。